さあ、オリックスですけれども、今回の内容は3月の15日のオープン戦ということで、今日ですね、2軍はですね、ウェスタンリーグ開幕をしましたけれども、えー、まあ、開幕当初の宮城は決定しましたが、それ以降はまだね、えー、決まらずということで、1軍はどうなのかということで、改めてですね、今日はめちゃくちゃいい天気でしたから、えー、3月の15日、マリンでのオープン戦、もちろん相手はチバロってマリーンズということで、オープン戦非常に内容が濃かったなとういうところで、ちょっとね、えー 話をしていいいこううかなというふうに思いますでまずね、スタメンなんですが、ご覧の通りということで、まあ、ずらっと並んでますけどもね、これ1番に大田涼なのか、まあ、セカンドゴンザレスにすんのかとかですね、まあ、中川慶太なのかとか、えー、若月選手はどうなのかとか、細々したところはあるんですが、まあ、こういうスタメンもいつかはありそうだなっていうような感じの並びになっております。 で、ロッテ見ていくとですね、2番に外、で、オリックスは2番に西川龍馬ということで、やっぱり、ここ最近流行ってるこの2番最強打者がですね、どの球団もやっとんなということで、まあ、ドジャースでもね、大谷さんが2番 DH だったりとか、えー、しておりますので、まあ、どのチームも考えることは一緒。まあ、そういった面で言うと、2番に置くことによって上位は厚くなるんですけど、まあ、回がスカスカになってしまうっていうような、まあ、チームもある中で、オリックスはですね、6789がもう本当に素晴らしい中川啓太に始まって、えー、胸背で を拾うかということで素晴らしい並びでねえスタメンが組めれてるということでまあ早速ね今日の試合についてもお話をしていこうかなという風に思うんですが今日はオリックス6失点で7得点というような結果になりましたまあ一体ねどの選手がえーどんな活躍をしたのかっていうところをちょっと振り返っていこうかなという風うに思うんですけどまず1回の表ですねプレイボールとかかった初球を大谷選手がレフトスタンドにぶち込むということで日本シリーズさながらのですね初球先頭打者ホームランと え、いうことでございます。スタンド中断って書いてあるんですけども、めちゃくちゃインコースの難しいボールをですね、えー、捌ききるということで、やっぱインコースの捌き方が本当に天才だなと、えー、改めて感じましたが、小島投手、左投手とはいえですね、本当にそのドゾマリン、えー、との相性がすごくいいなということで、ホームランキングを取ったら、おを見てるかのようにですね、それぐらいの、ま、ロッテとの相性がいいと、えー、いうことなんですが、感触としては、太田選手、完璧だったそうですね。ま積極的に行こうと思っていて、いいスイングできた、まあ、その結果、 で、あるということででしたでこの間ね、静岡での試合でも、日本ヒットを打っていたということで、しかも一方ね、センターオーバーの3ベースというような状態だったので、非常にこうね、状態がいいのかな、なんていうふうに思ってたんですけども、ここでね、ようやく火を吹き返したということでございます。まあ、打席数が少ないですからね、急にこれで3割5分まで来たわけですけども、どうでしょうか開幕スタメもちょっとね、えー、近づいてくる。そんな打席だったかな、というふうに思います。 ところがですね、1回の裏、オリックスが初級で点を取ったらですね、今度ロッテも初級で点を取るということで、岡宏美選手がですね、同じ形でレフトスタンドに初級をぶち込むということで、まあ、世にも珍しい先頭打者ホームラン。しかも、2人とも初級というね、なかなかに珍しかったですけど、これがシーズンやったら、まあ、大盛り上がりするだろうなと。 まあいうふうに思うわけですよ。山岡投手、まあ全然良くなかったわけですよね。で、ホームランだけで、えー、終わったのが小島投手なんですが、終わらずということで、外選手にはヒットを打たれて、山口選手にもヒットを打たれて、安田選手にフォアボールで満塁。これで犠牲フライで、えー、逆転を許すと。 えー、しかもその後にもですね、フォアボールを出してしまうということで、なかなかにちょっと請求で苦しむような、まあ、そんな日だったのかな、というふうに思うんですけど、2回の表に行くとですね、今度オリックスがまた逆転するんですね。セデーニョが逆転のホームランということで、スライダーをバックスクリーンにホームランでね、やっぱバックスクリーン、センター方向へのホームランが本当にセデーニョ多いなと。 え、いう感じですよ。素晴らしい打球でした。そのまま2回の表、大田怜央選手はですね、本当に小島投手と相性がいいのか、2打席目回ってきまして、センターにヒットを打つと、えー、いうことで非常に好調な感じでございますが、えー、そのまま2回の裏行くとですね、今度外選手がホームランで同点と、えー、いうことで、点を取れば取られたりっていうのを繰り返してですね、山岡投手も、えー、援護してくれてもそのまま吐き出すっていうような、今日は試合展開だったかな、というふうに思います。で、4回の表ですね、今度中川啓太選手を2塁に 置いた状態で広岡選手がタイムリーを打つと、えー、いうことで素晴らしいですよもうずっと と調子いいからね、本当に開幕スタメン掴んでほしいですけども、サードには胸がいて、えー、DH にはセデニを置きたい。そんなことを考えるとなかなかね、隙間がないですよ。ライトにラオーですから。ちょっとどうなのかと、ういうことですけど、めちゃくちゃ調子がいいですね。しかも、もうめちゃくちゃ粘って粘ってのヒットなわけですよ。もう早々に2級で追い込まれるんですが、そこからですね、えー、3級粘ってセンター方向に2ベースということで、しかも低めを徹底的にね、攻められた中でのと思います。そして、4回の 思って、そのまま引き続きまして、今度、太田選手が打席に立つんですが、ま、代打でね、ゴンザレスが、え立ったということで、そこセンター前にタイムリーですよ。これどっちセカンド。今の感じだと、やっぱ、太田の選手使われそうな感じしますが、今日まではね、正直、あの、ゴンザレスなのかなと思ってたので、この日本の、えヒットの活躍が結構開幕するためには影響するんじゃないかというふうには思いました。そして、ね、え逆転をしてもらった中で、4回の裏ですね、山川投手、やっぱ請球がね、すごく荒れてるんですよ。で、冒頭してもですね、 なかなか森さんでも取れないような冒頭もしたりとかまあこれはねちょっと森さん取ってくださいよみたいなのも1球あったんですが基本はね逆玉だったりとかもうベース版の前でねバウンドしても絶対取れへんからみたいな、えー、冒頭もあってですね盗塁もあったりとかして結構やっぱりこうルーに出たら、えー、かき乱されてで請求もちょっと苦しんでっていうような状態が続いてましたで、えー、まあ、味方もねこれエラーっていうか強襲なんでほぼヒットなんですけどもまあ同点になったりとかでなかなかね点取ってもらってもそのままこう吐き出すっていうのが今日の山岡投手だったのかな え、いうふうに思います。で、最終的には6回まで投げ切ったんですよね。6回5失点というようなことだったんですが、もともとは100球超えっていうのをちょっと目安にやってたそうですね。で、山岡投手としても、え、100球前ね、そこの前後で打たれてしまってるっていう印象を与えてしまったのは自分なのでということで、それを克服するためには、まあ自分にとってもすごく大事な試合になるんじゃないですかという話をしていた中でのね、6回5失点はちょっと本人としても悔しかったんじゃないかなとは思います。そして、7回の裏ですね。7回の裏行きますが、これね 安田選手がですね、これライトにヒットを打つということで、井口投手がマウンドに上がったんですよね。支配か、昨日発表、えー、されました。向ク木富をね、されましたけども、まだかと、井口投手も言われてますが、えー、小木野選手に今出塁を許しですね、えー、そこから安田選手、3-0からライトにヒットを打つということで、まあ、なかなかね、嫌、えー、な攻撃をされたなっていうような感じがしますが、まあ、ロッテもね、もう試合実践さながらですか、シーズンさながらの、え単、ー、打で出たらバンとして、でタイムで打ってっていうようなことを続けて、 出たのでまあ、かなりこう、シーズンを想定した戦い方をしてたのかなとは感じましたね。そして、八回の表ですね。この堀選手が、えー、初めてですか、オープン戦ね。えー、国の指導者相手に初級いきなりセンター前ということで、えー、初ヒットおめでとうございますと。なんとですね、横山選手がね、ちょっと今スロー調整となってますが、堀選手が、まあ、体が強いのか、いろんなこう、試合に出まくってるわけですよね。教育リーグしかり、まあ、一軍でもお披露目ということで、しっかり活躍するんですから。やっぱ、ただの問題ではないのかなと、感じますが、えー、広岡選手がですね、引き続き、まあ、校長。 とととととといいいいうううううここここででピッチャーーライナーを打っっっっててににななしまままここはねちょっとまあ災難だったかなというふうに思いますそして、8回の裏、この吉田恒成投手がですね、マウンドに上がりまして、同じ感じです。単打でヒットを許してですね、バントで送られて、そしてフォアボールらしい1塁2塁になるんですが、なんとか岡選手をゲッツで切り抜けたということで、まあ、ただね、ちょっと印象としては、まあ、そんなに良くなかったのかな、ということでね、ジョーカーと呼ばれてますが、今のところリリーフ起用が増えている、その吉田恒成投手でした。そして、最終回、9回の表ですね、えなんと、マウンドにはですね、元同僚去年まで、 オレックスのユニフォームを着ていた吉田亮投手がマウンドに上がるということでございまして、えー、トーマス選手がですね打席に入るんですがもうボテボテのね、えー、ピッチャーゴロ打ったりとか前の打席してましたがファーストフライということでまあねちょっとまっすぐに対応するんじゃないかということでねあのとぞマリンに忘れていってほしいというふうに言ったんですがちょうどね今日の試合で結果出るか出ないかで結構境目になるのかなって個人的には思っていたのでなかなか厳しい結果が出てしまったなという感じですただですね、えー、西野選手がフォアボールで出て小田選手 いー、その中で T さんがセンターにタイムリーということで、ね、左出した連発ですよ。これで、えー、タイムリーを打ったと。えー、それだけじゃなくて石川選手もね、犠牲フライを打って、7対6になった中で、最後横山投手がですね、まあマウンドに上がるということです。で、先頭の高部選手でフォアボールを出して送りバントも印象はそんなに良くないですね。これは結構、うん、ちょっと厳しいのかなっていう中島監督からするとね、フォアボールやっぱ嫌いですから。えー、結果2バウト3塁まで行きました。フルカウントまで行ったんですが、最後ね、えー、安田選手見逃し三振ということで、 え、ここを見逃して、えー、終了と、いうことでございます。で、横山投手もね、ちょっとやっぱオープン戦、これ抑えましたけれども、なかなか今厳しい現状があるということで、TKG の T、高島投手がですね、この間、えー、楽天との試合で、えー、先発をしましたけれども、中島監督としてはですね、高島投手は先発だと思ってるそうなんですね、今のところ。えー、小田島とゴンダがリリーフであるということを考えるとですね、えー、ここに、もう対抗という形で横山投手頑張ってほしいですし、育成には足田投手とかがいますからね、結構やっぱり、あの、 遜色ないぐらいの投球をしているってことを考えるとちょっとヤグ投手もね、えー、気合が入っていると思うのでちょっと今日の結果なんとか抑えましたが、まあ、印象としてはそんなに良くないのかなこういう感じですということで今回の、えー、今日行われたオープン戦についてお話をしたんですが改めて皆さんいかがでしたでしょうか今日はとにかく打って打たれての繰り返しだったかなという風うに思いますがやっぱりあのね注目するのは目立ったのは太田亮選手だったりとか瀬伝野だったりとか広岡選手ですかね悪い意味で言うと山岡投手とかもいますけれどもぜひ今日の試合について この動画を通通じじててて何か気にななったたた選手がいらららコメント欄に通じて教えてもらえもというふうに思っておりますということで、今回のお話、以上とさせていただきます。最後までですね、聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとか、グッドボタン、そして Twitter のフォローなどでですね、このチャンネルを応援してもらえると本当にね、嬉しいので、よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。